ください。行くぞ。山が見えますが、ここは思った以上に大きな島かもしれません。他にも助かった方がいるといいのですが。宝箱だ。どうされたのですか？なのです。いいかい？わ、分かっています。お助け！ここで出会ったのも縁だと思っておじさんを助けてくれ。戦うしかないのですか？
能な。これはまさか。なの？これはやはり おかげさまで助かった。お二人さん愛してるぜ。わしなりに感謝の意を伝えたつもりだったんだが。言葉で伝えていただければそれで十分です。なんて品のない人なの。おお、わしの名前はサハド・ノートラス。グリーク地方で漁師をやっている。出稼ぎ先から故郷へ帰るために乗った船がまさか沈められちまうとはな。よろしく頼むぜ。ラクシャです。ラクシャ・フォン・ロズウェル。アドルニー、ラクシャ嬢ちゃんか。それにしても流れ着いた先がよりにもよってセイレントとはな。知っているのですか？おお、グリーク出身ならガキの頃一度はこう叱られたことがあるはずだ。悪さをするやつはセイレン島へ島流しにするぞってな。このわしもよく親父に脅されてその度に書面ちびったもんよ。それだけ地元でも恐れられている場所なのですね。このような獣が潜んでいることも知られているのですか？いや、少なくともわしは今日初めて知ったぞ。有名な話だが、セイレン島に近づこうとする船は全て沈んじまう。ここが実際どんな場所かなんてこれまで誰もわからなかったはずだ。たまに上陸したなんていうやつもいたが、どう考えても眉唾もんだったぜ。もしかして。いえ、まだはっきりとは。とにかく調べてみないと。それにしてもついてないぜ。浜辺で拾ったこいつをあの獣の顔に偶然ぶつけちまってな。ご信用にと思ってな。わしが漂着した浜辺で拾ったんだ。誤信どころか逆にひどい目に遭わされちまったかな。
ビビったぜ。だがこれで一件落着だな。なんだか私どっと疲れました。奇遇だな。わしもあいつに散々追い回されて疲れちまった。お、おかげでこの通り腹ペコだぜ。そうだ、お前さんたちの拠点ってところへ案内してくれよ。アドル、どうやらこの分だと他にもまだ漂流者がいそうだな。お？あなたは？この付近を調べている時に偶然出会ったのだ。よ、アドル、悪運の強さだけはお互い相変わらずってところが。せっかくの再会だってのにそりゃないぜ。あの後漂流物に捕まってなんとかここへたどり着いたんだ。まったく毎度のことといえお前さんといると本当に退屈しないぜ。まお前さんほどじゃないがね。な、何なのですかこの二人は。冒険家ということなのだろう。なんだか知らんが楽しそうな兄さんたちだな。アドル、今日はお互いにいろいろあったような。今後のためにも一旦情報交換しておいた方がいいだろう。見ての通り、ドギのおかげで少しだけ拠点も形になってきた。もう日も暮れるし、今日はこのまま休んでいくといい。
よし、やるか。それ。これは見事だな。Thank you.
おはようございます、ミノ。おはよう、おはよう。お、今その鳥が喋ったのか。オウムの一種のようですが。Thank you.